に、パネルで入れちゃいますね、このまま。ハイチューブTV。こんにちは、札幌占い美容室ハイマカシの後藤です。今回はグラデーションカラーの方をやっていきたいと思います。はい、今ベースモデルさんの方が、こちらの方ですね。下見えないかな、ちょっと今見えづらいですかね。モデルさんの方がベースの、ブリーチを毛先4回ブリーチで、中間は2回ぐらいブリーチをしてくれてました。でこの上にグラデーションの、カラーをちょっと入れていきたいと思うんですけど、今回使うのはスローですね。で結構根元の方は、ブルー単体でいきたいと思うんで、スローの、ブルー、まずスローのブルーを使ってですね、単体ですね、これだけ、あんまりこれだけ使うことってまずないと思うんですけど、毛先これで塗っちゃうとブルーになっちゃうんで、ちょっと気をつけないとダメなんですが、途中まで耳の位置ぐらいまではこれでいきます。ブリッジされてないのでこの辺まではでブルーでいけるかなって感じです。で、その毛先は、メタリックモノトーンの10番をオキシ3倍です。オキシを3倍で薄めてます。染料がちょっと濃かったら困るんで MTO 3倍で薄めてます。で、バイオレットなんですけど、バイオレットはポイントカラーで、メタリック系とバイオレットって相性がいいので、中にちょっとバイオレットのポイントのカラーを入れたいと思います。で3色ちょっと使って、パパッとこう塗っていきたいなと思います。分け目どこ分けるんだ、分け目結構ざっくりです。はい、はい、ちょっと冷たいかもしれない。まあ、いろんなカラーが今出てきてると思うんですよね。ミルボンさんもそうだし、まあ、いろんなメーカー、本当に今結構こうグレーの色とか綺麗な色出るようなやつ、グレージュの色とか出せるようなカラーがどんどん出てきてると思うんですけど、まあ、僕は変わらずこのスローを使ってます。まあ、理由としては残臭が少ない、残留が少ない、なんかその辺が安全かなっていうのと、あと安定感があるので、もう変わらず浮気しないでこれを今使ってますね。ずっと最近結構ミルボンのカラーとか皆さん使ってると思うんですけど、まあ僕もオルトベーネさんにずっと浮き、まあ、とりあえず行ってますね。ただメーカーによって結構使う色によっては、赤みとかはフォレストンとか結構むしろ残ってくれるカラーの方がいいので、赤み希望の人とか、まあフォレストンさんとかは結構色残りが強いんで結構使えます。あとはだいたいグレーカラーとかもほとんど、そうですね、グレーもほぼいけますね。スローで、スローの色ほんといいんで、なんかこのカラー剤の混ぜた時がやっぱ柔らかいんですよね。そこがすごい好きですね。なんかダマになっちゃったりとか、メーカーによってはちょっと粘土が硬かったりとか、ダメージが大きいんではないかなとかいろいろ考えてしまうので、まあ一番使いやすいのスローかなっていうふうに思ってます。で、こんだけロングの場合だったらウェット塗布した方が絶対いいんで、ドライで塗ると、まずドライに塗るってことはどういうことかっていうと、
あの毛髪に空気が、毛髪内部に空気というかね、あのスポンジだと考えた場合に、やっぱりそれがあることによって、薬剤の浸透反発してしまったりとか浸透率が下がるんで、ウェットの方が絶対ダメージも少ないですし、浸透率も早いです。なので、ウェットで塗った方が早いですね。なので、絶対ウェットで塗った方が、仕事の効率もいいので、その方がいいと思います。で、最近結構このスローのブルーをめっちゃ僕単体で使ってるんですけど、結構日本人のメラニン色素がかなり強い方とかは、ブルーとグリーンとかで行っちゃってもいい場合もあるんですよね。ちょっと物足りないなっていう時もあったりとかするんで、ただ行き過ぎちゃった時青っぽくなっちゃうんで、そこは気をつけた方がいいんですけど、結構いけるんですよね、それなりに。で、この三つ襟の部分ですね、三つ襟の部分の、カラーに入るんですけど、三つ襟のところっていうのはこの耳の付け根、上の付け根から反対側の耳の付け根を結んだところですね。そこの、この耳後ろのところに、三角ベースで入れていきます。逆三角ベースで入れていきますね。ここはちょっと回します。ここに、逆三ベースでポイントのカラーを入れていきますね。でグレーとバイオレットも相性すごい、メタリックといいと思うんで、そうしてます。ここにパネルで入れちゃいますね、このまま。でカラーの失敗しやすいポイントとしては、カットラインが、毛先に行くに従ってそぎが入ってはいるんですけど、根元の方ってそぎ入ってないと思うんで、根元の方の量の方が、根元が例えば100本だとしたら毛先が20本だったりとかするわけですね、15本とか。なんで毛先は簡単に塗れるんですけど、根元の方がやっぱり結構その浸透しづらいというか、量が足りなかったりするんで、根元の方をしっかり塗ってあげた方がいいと思います。結構意外と塗れてないことが多かったりとかするんで、毛先の量は結構簡単に塗れちゃうんですけどね。なのでその辺気をつけていただいた方がいいと思います。まあ、このバイオレットはもう直接このままいっちゃいますね。で、この辺はコーミング入れて、毛量が多いところはなるべくコーミング入れることによってしっかりカラーが入るようにしていきます。でこのままかぶせます。でもうこれだけですね、ポイントカラーは。なんで多分すごい簡単なカラーです。実際これ今話しながらやってますけど10分もかかんないで塗れます。実際のところだとこれ自宅で自分でやる場合もカラーがあれば全然できると思うんで、例えばマニパニとかああいうカラーでも全然できるんで、一般の方だとそういうやつの方が使いやすいかもしれないですね。それで、耳後ろのところにマニパニのバイオレットをちょっと入れて、もともとブリッキしたベースにですけど、そのまま入れていただいたらいいかと思います。カラーだと結構難しいので配合したりとかするのが、やっぱり市販のものだとちょっと対応しきれない可能性があるんで、マニカニとかの色をちょっとこう調合した方が多分一般の方は楽かと思います。はい、でここで、このポイントカラーも終わりですね。であとはブルーの方を伸ばしていって、でコーミングあまり入れるとダメージにつながります。ですので、指で塗っていきます。でこの毛量が根元の方多いって言いましたよね。ですので根元の毛量が多いところは
指でしっかりこう揉んでいくような感じでカラーを塗布していきます。あんまりハケ使うとなんか余計に毛についちゃったりとかするんでそんなに使わないで、あと疑問があると思うんですけど、スローのブルーは何トンですかみたいなこともあると思うんですけど、8トンぐらいに上がるんですよね、カラーすると。なので、実はちょっと上がるんですよ、明るさが。なので普通にリフトできます、若干。でこのように、2つの手でこういう風になじまして塗っていきますね。一般の方はグラデーションカラーやる場合あると思うんですけど、自宅とかでそういう場合はやっぱり1箇所取ってテストしてみた方がいいと思いますね。ブリーチの部分塗っちゃうともう終わりなので、5ミリぐらいでちょっと桁を取って実際どれぐらいの毛になるのかっていうのを確かめて、で実際乾かないと色って分かんないんで、ある程度つけて時間を置いたら乾かして確認してからの方が、いいと思います。実際人によって発色の仕方って本当に全然違ったりするんで、ゆうさんでも結構難しいんですよね、その色の選定っていうのは。結構明るくなりやすいですね。抜けますね、根元ね、はい、これブルーで抜けるんだと思う。すごい抜けやすいね。そうですね。ね。すごい。今このように、手でですね、何回もしつこく言いますけど、毛量が多いところ、根元の毛が100本だとしたら、100本ってことはないんですけど、毛先が15本だとしたら根元の方ですね、この辺が一番染まりづらいから、ここをしっかりなじませます。大体多い失敗なのは乾かしてドライした時に毛量が多いところがちゃんと浸透しきれてないってことが非常に多いんですよね、仕上がってから。なんで特に表面のところは何回も何回もですね、手で傷んでしまわないように手で揉んであげて、髪の毛の中の方がしっかり浸透しているか確認をしてください。はい、で今ブルー塗りました。でこの上に、塗っていくんですけど、手袋にブルーがついていると非常に危険なので手は拭きましょう。で、これからブリーチの部分塗っていくんですが、ここにはメタリックのオキシ3倍で溶いたものをつけていきます。はい、でここを塗っていくんですが、ここはメタリックのオキシ3倍ですね。もうこの辺になったら僕はもうコームとか使わないんで手で塗りますね、この辺で臭いんで。もうこのまま手でバーシャーっていきます。なるべくブリーチでも傷んでる髪の毛をさらに傷ませる必要ってもうないと思うので、なるべく傷まないようにやっていきたいなっていうのが、MT3 倍にした理由としては、MT 単体だと濃い可能性があるので、ちょっとそうしました。まあ、薄かったら根元のブルー、そのままコーミングで上に乗っかってくると思うんで、大丈夫ですから、あとメーカーによってちょっとね、色の、感じはちょっと違うと思います。ほとんど手で塗っていくので、今結構時間かかってると思うんですけど、ならもう10分で塗れちゃうんで、ブリッジさえベースさえできてれば本当楽なんで、ぜひ皆さんやってみてください。もうこんな感じですね。おにぎり作る的なぐらいの感じでいいと思います。こういう感じで。で塗布量はやっぱりたくさんあった方がいいので、塗布量はちょっと多めにあった方がいいです。
今日の、撮影は終わりました。ありがとうございました。ありがとうございました。どうもよろしく。